こんにちは、木下ゆうかです。今日はアイシャドウ、使ってるアイシャドウを紹介したいと思います。私が使ってるアイシャドウはこれです。カネボウルナソルのスキンモデルリングアイズ。もうね、だいぶ使っとうからすごい年季が入っとる。これルナソルって書いてあるけど、もう消えてます。消えてます。これ、ね、カウンターコスメってやつですね、これは。5000円ぐらいして、うわ、高っとか思ったんやけど、でもね、これ私2年ぐらい使ってます。なんか使っても全然、まだ残っとるから、まあね、一回買えばいいから、最初高いなと思うけど、まあいいと思います。ちょっとつけてみます。これもつけまつげはつけた状態ですね。本当だったらつけまつげつける前に、ちょっとつけるんやけど、今日、前回つけまつげのことは紹介したので、今日は省きました。つけまつげのやつ見た人は、前の YouTube 見てください。これまだほら、これぐらい残ってます。ちょっとね、そこが見えてきてるけど、まだこれぐらい残っとる。4色ありますね。これ一番端のまずこの色からつけます。これはつけまつげをつける前につけてます、私は。最初に、目の周りにつけてます。あ、本当はもうこの辺もつけるんだけど、なんかもうどうせ上から塗るからもったいないなと思って私はつけてないです。節約。つけて、次これ。このまぶたにつけます。次これ。で、あれをチップを買います。これチップが、これ2つあるんだけど、最初になったこれ、次これ、で、次はこれです。あ、で、ここで、つけまつげをつけます。つけまつげをこうつけた後に、次これ。ここで、なんて言うんだっけ、これ。なんて言うんだっけ この、あ、二重のラインのところに塗る。で、最後はこれ。これで、細い。細いやつで、塗ります。アイライン的な。アイラインよりちょっと太いくらい。厚い。で、下まぶたのアイラインらへんにも、なんていうの？目の際にも半分ぐらい。できました。こっちは塗ってないけど。どうかな？で、最後、この、つけまつげの糊が汚いところに、マジョリカマジョルカのブラックのアイラインをつけます。私前までアイラインを描き寄ったんだけど、まあ最近はちょっとナチュラルにしたいなと思って、あんまりケバくなりたくないなと思って、このアイシャドウについとるアイラインのパウダーだけにしてます。まあアイシャドウはこんな感じです。それではまた紹介したいと思います。またねー。